カプロニ CH1 カプロニ CH1 は1935年に試作機が1機のみ製作されたイタリアの短座複用戦闘機である。アントニオ・キオディは1934年にカプロニ社の自社企画として新しい短座戦闘機の設計を開始した。千オジの中から CH を冠して命名された CH1 は全金属製構造材に ハフバリの空気力学的に洗練された外観の上月翼の翼服が同一の服容器で膠着装置はスパッツで覆われていた。コックピットは後方にスライドするキャノピーで覆われた密閉式であった。キオディは CH12 コード4750メートルでの出力が581キロワットのノームローン14。 KFS ミストラルメジャー14気筒星型エンジンを搭載しようと考えていたが、この機体は高度4000メートルでの出力が417キロワットのピアジオステラ P9RC49 気筒星型エンジンで3枚ブレードの可変ピッチプロペラを駆動するように製作された。CH-1 はプロペラ圏内を通して射撃する前方向きに固定された。 同調装置付きの7.7ミリブレダセファット、機関銃を2丁装備するように提案されていた。CH-1 は、キオリ自身の操縦で1935年5月に、初飛行を行った。カプロニ社による試験が終了すると、7月から8月に、かけて、イタリア王立空軍が、グイドーニア・モンテチェイリオで CH-1 の試験を実施した。 設計で意図していたものよりも低出力のエンジンを搭載していたにもかかわらず CH-1 は想定以上の上昇率を発揮した。1935年8月に着陸中に上下逆差になる転覆事故を起こし損傷を受けたことで CH-1 の試験は終了した。イタリア王立空軍は量産命令を出さずそれ以上の機体が製作されることはなかった。出展 P108 諸言性脳武装ありがとうございます。